はい、ちょっと今バンチャンネル緊急動画ということで、まあ、ちょっと僕京都から帰ってきたばっかなんですけども、ちょっとなんと地元で内通が行われていて、なんかすごいダイスがいっぱいいましたと。で、静岡からもいらっしゃってて、まあ、以前に三島グレンタネさんとか、結構イケイケな方もいたって、今回も来てるので、ちょっと撮らせていただきますか。そこら辺が、はい、一緒に映っちゃって大丈夫ですか。俺はダメだよ。あ、ダメですか。あ、でも全然見えないんで、はい、ギラギラ仕様でね、結構走ってるから。消音機ここにあるから。消音機ちゃんと映してほら。消音機ここにあるから。ちゃんと大人。ちゃんと消音機入れてるからね。はいはいはい。ここからちゃんと出てる。ここから切符切られない。消音機入れて。ため池だから、ため池。どうぞ、山梨素人集団。ため池。ため池です。いいですね。まあ、ちょっとサウンドについてはまたなんか機会がありましたら。よろしくお願いします。1万人行くんじゃないですか。じゃねえよ。かわいい子たちも、かわいい子たちもいるんで。あ、カメラダメダメダメ。あ、いるんで。どこで走ってるんですか、普段は。普段は静岡で。あ、静岡。静岡。あ、はいはいはい。よろしくお願いします。で、こう長いバイクがあると。おー、ちょっとお見せてもらっていいですか。はい、自分のバイク。赤目やね、ドラ、赤目。どうですか、オードラ、かわいいステッカーもあって。で、これは GS と。まあちょっと走ってる動画とかも撮りたいところなんですけども、まあこういった静岡からも今日は来てるというので、普段からこういうの来るんですか。そうです、ちょこちょこ、はい、じゃあまた何かそういう機会あったら、はい、しましょう。ありがとうございます。はい、この前もあれでしたね、ポール大会で見てましたよね。あ、いるんですか。これやってるんですよね。はい、僕もなんかちょっと勝手に動画使わせてもらっちゃったんですけど、はいはい、うまいこれしましたね。今日もしないですか。今日はもう、はい、なんかまた来たら、ね、僕にも教えてください。はい、はい、すいません。お願いします。ありがとうございます。あ、そうだったんですね。はい、突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。主役は2世のカンさんです。おめでとうございます。今日もバグオンコールで行きましたかね。ちょっと出てく感じになったら、ちょっとまた皆さんの激うまコールも撮らせていただきたいなと思うんで、ね、コールやっちゃうよね。ブンブンでね。久しぶりに久しぶりに来てるんですか、内通っていうのは。久しぶりだね。お、ちなみにどれぐらいから。ちょっと都合上、一心上の都合で、ちょっと動画にはちょっと僕だけになりますが、お話だけちょっとインタビューをさせていただきますけども、久しぶりにちょっとツーリングナイツに来たというので、もういつぶりだったんですかね。いつぶりってこともないんだけど。ああ、そうだったんですか。あ、どうだったんですか。まあまあまあ、でも暑い夜を、まあ、久しぶりに過ごしているような感じで、でもコールとかもガンガン行くような感じなんですよね。あ、そうなんですね。まあ、これが父の友人後輩。あ、昔走ってた方が、まあ、まさかの今日再会という形で、まあ、たまたまお会いしたような感じですよね。っていうので、ちょっと走ってるとこは大丈夫ですかね。走ってるとこは撮っても大丈夫ですかね。あ、もちろんもちろん、そこもちょっと撮らせていただきながらの。
あ、じゃあ、ビーチサンダル。それ、じゃあ大丈夫なやつでいいですか？ダメ？まあそれはちょっとこの後出てくるかどうかわかりませんけども、まあそういったこう内通の方でまたまたま遭遇というまあ出会いもあったというので、まあ旧車の出会いって素敵ですね。ありがとうございます。今日はですね、ビースタイルの高さのバースデーツリングということで、まあお花もね、まあ帰る感じで飾られてきてます。それでちょっと飛ばしていただきます。結構お金になるの？いや全然お金にならないです。こんなにいて？はい、全然。これ写しても大丈夫なやつですか？いいんじゃない？あ、そう。隣の木写したり。あ、木は全然違うじゃないですか。全然違いますね。結構みんな熱い感じで来てますね。あんまり見る人これどう？オッケー。あれキスマイの人じゃないの？あ、俺キスマイじゃないですね。あ、違う。俺キスマイじゃないですけど、まあキスマイフット2が好きで。あ、好きなんだ。まあまあまあ自称ジャニーズという形で、うん、まあ YouTube インスタとかもやらせていただいている感じですけど。ジャニーズじゃないんだ。ジャニーズではないんですけど。なんだ本人かと思ったら。あ、マジで嬉しい。違うんだ。めちゃめちゃ褒めますね。まあ褒めて伸びるタイプなんで、うん、今後とも。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今日はあの YouTube でちょっと地元で内通が開かれてたのでちょっと急遽潜入みたいなので。あ、急遽ね。急遽潜入みたいな感じで。キスマイのライブ行ってもいいよ、それだったら。あ、じゃあ、僕でよかったらいつもライブするんで来てください。ありがとうございます。これ YouTube 上がっちゃうの？これは上がっちゃうやつですね。半端ねえな、お前。半端ない YouTuber で、ま、迷惑 YouTuber でやってるんでよろしくお願いします。頑張って。ありがとうございます。ちょっとバイクの方もやらさせていただきます。あ、やべやべやべ、すいません。すいません、こういうのも迷惑系一応なんで。あ、あと置いてるだけですよね。大丈夫です。撮らせていただきます。ギラギラをしてますね。これがライジー803の可愛いステッカーもありますね。イーサルさん。結構うまいっすよ。ああ、じゃあそっちにやるか。ああ、そっちにやるか。ボーイ。そうだ、一曲聞きたいですね。一曲。一曲お願いします。ボーイはやばい。お願いします。マジでボーイはやばいです。これ得意なんですか？全然得意じゃないです。めちゃくちゃ恥ずかしいっすね。ホールタ以外ぐらい恥ずかしいっす。あ、でもホールタイプはでかい。今日はこけたんです。今度のコールのリベンジはちょっと手首に556入れて、もっと持つないコールです。手首スコスコにしてからやってまいります。やってまいります。Bスタイルよろしく。あ、かわいい、かわいい。今日ですけども、Bスタイルの大変さんが誕生日ということでおめでとうございました。ありがとうございます。ちょっとコールの方はまたちょっと次回が楽しみということでまあコール大会とかの動画もありますんでちょっと見ていただいて、まあ、ちょっとまた今度こういったツーニング等ありましたらちょっと参加できるんで、よろしくお願いします。はい、ではバチャンネルの今日、あ、今回の動画は以上となりますので、バチャンネルのチャンネル登録、高評価のもよろしくお願いします。バイバイ。あ、どうぞ、ごめんなさい。傾斜動画次回予告。